ここで番組が独自に行いましたアンケートの結果です。こちら、はい、広島県外に住みたいと思ったことはありますかと聞いたところ、まあ 58.0 ということで、まあおよそ6割近くの方がはいと答えました。ではそのコメントなんですが、こちらですね、まあ、全国的には中途半端で地味、まあそのちょうどさが住みやすいという声もありましたね。それから娯楽や遊びが少ないですとか、まあ県内にいると出たくなるし県外にいると帰りたくなる、まあこれなるほどなっていうところもあるわけですが、中西さんは広島出身で大学進学東京、そして戻ってきたということですけど、どのように感じますか？実際に戻ってきて、私の友人もほとんど県外で就職していて、まあ、地元に戻ってきたのに地元の友達が全くいないという状況になっているんですが、まあ、出ていったこの中の声ですごく聞くのが、はい、まあ、正直広島に戻ってきたい、うん、親元で働きたいんだっていう声がたくさんあるんですけど、はいはい、やっぱりあの東京の方が給与が良かったり、あとは職種も多かったりで戻ってきづらいっていう子がすごく多いなっていうのを体感として思っていて、だからこそ戻ってきたい子を受け入れる体制っていうのを県がもっと作っていかなきゃいけないのかなというふうにも思います。そうですね。ではこれからもしかしたら出ていくかもしれないですけれども、就職活動をしている学生の皆さんに県外での就職を視野に入れているリアルな声を聞きました。出身広島じゃなくて多分地元戻るかな、知り合いも多いし、なんか名古屋のが都会な県外行って働いてみたいなって思います。どの辺行きたいとかあるんですか？大阪辺、東京だとなんかちょっと都会すぎかなって。広島に何があれば残るかなって思います？ライブのドームとか。大体東京とか福岡とか。大阪に行きたいです。結構大阪に旅行行くんですけど、あのガヤガヤ感というかフレンドリー感、大阪のすごい空気感とかが好きで、20代ってすごいもう何でも行動できると思うし、なんて言うんですか、もう元気があると思うので、もうそのうちにやりたいこととかも選択肢の一つにもちろん広島もあるんですけど、やっぱり福岡の方が、まあ、九州っていうか福岡の方が企業数は多分圧倒的なんで、仕事で選ぶのと、あと住みやすさで選ぶのとって考えると、まあ何でも揃うのは福岡かなとか。